あ、まあいいや。じゃあ行きましょう。おお、結構早い。どこ行けばいいの？こっち側は来た道だね。戻っても仕方がないや。あ、そう。おお。葉っぱが出現、どんぐりが出現。あの葉っぱ食えるかな？一応魔物なんで野草と同じように考えてはいけないと思います。いや、魔物だからこそ美味しいかもしれないじゃん。どうだか。あ、戦闘難易度はそんなに高くないので、サクサクといっちゃいましょう。宝箱。どうかこの宝箱がミミックでありますように。薬草を手に入れた。こんな世の中もう嫌だ！ミミックだったら襲ってくるじゃないですか。出てきたら困りますよ。あの宝箱の形をした魔物のどこがいいのかさっぱりわからん。あ、2回目はないんだ。2回目があのってあれだけなんだろうな。きっとあの1作目のメリクルぐらいかな。不意を使えた。どんぐりと戦わなくちゃいけないなんて嫌な世の中だ。どうせ戦うならもっとかっこいい敵と戦いたいよな。ミンクとかね。いて。AP ってあれか。デストはレベル2に上がった。まあ別にそうか。ああ、水がない。腹も減った。カンパンナありますよ。食べます？カッサカサじゃねえか。泣けなしの水分持ってかれるわ。なあ、俺たちは3人もいるんだ。誰か1人くらい水魔法が使える奴はいないのか？俺は闇魔法な得意だけど、水魔法はダメだな。僕が魔法なんか使えると思い出？お前、魔法が得意そうな雰囲気してるのにな。僕は、魔法結構使えるだろう。水魔法は使ったことはねえな。やってみるか。ウォーターウォータースライダー。クロム連想ゲームはしなくていいから。ウォータースライダー。なんでクロムが言ったことを採用してんの？それ魔法の衣装じゃないよね。あ、なんか水出た、水出た。一滴じゃん、汗じゃねえの？ちくしょう、そんなに文句ばっかり言うな、お前がやれよ。え、ウォータースライダー。ギャー、毒が出てきた。なんだこれ。スキル、ウォータースライダーを習得した。何これ、どっから突っ込めばいいんだよ。敵全体攻撃、ウォーターというかポイズン。水じゃなくて毒が出た。今度水魔法の勉強しよう。いやー、ぶっ飛んでんな。高岡だ。中身は何だと思う？水。旅人のマントを手に入れた。高岡の空気の読めなさにはがっかりだよね。しかもこのマントちょっと臭いですよ。使用済みなんじゃねえか？多分以前はおっさんとか使ってたんだよ。うわぁ。レスト防御弱いね。今作弱いのかな？わかんないな。蜂蜜、ジュルリ。待って、クロム。この蜂を食べたところで蜂蜜の味はしないよ。早まらないで。わお。スピードアップを手に入れた。
レベルアップ。ヒールを覚えた。回復技かな？この技のアピールポイントは、またその質問かよ。やめろよ。これ全部入れんのかな、セリフ。